そのようなことにならないようにしっかり安心安全の大会の実現に取り組むようにと言った激励ではないかと受け止めております。昨日、二階幹事長は民放の CS 番組の収録で、新型コロナの感染が拡大する中での東京大会の開催について中止もあり得るなどと発言し、その後釈明しました。また、丸川大臣は今後の選手の検査について、現在ガイドラインで最低でも4日に1度と示しているものを毎日に変更を検討するなど、安全な大会の開催に向け取り組むと話しました。